長距離走です。さあ、いよいよ明日ね、J2 の3位、3番手を決める、J1 昇格プレイオフの決勝戦が行われるということになりますので、今回はそちらのプレビュー動画をがっつりやっていきたいなと、はい、思っております。果たして東京ヴェルディ、清水エスパルス、どちらが勝ち上がるのかということで、めちゃくちゃ楽しみなんですけども、今回プレビューを行っていきたいと思います。どうぞ。じゃあまず準決勝に関しての振り返りを、動画で一応もうしたんでね、この動画では話しませんけども、動画でしてありますんで、ぜひそちらでね、確認してほしいんですけども、下の方にリンク貼っておきます。まあ結構ね、予想通りだったのよね、準決勝。っていうのはね、今年ね、実は3位4位、ヴェルディ、清水エスパルスと、5位6位、山形、あとは千葉か、とは結構こう、まあ結構ね、乖離というか差があったのよ。実は結構な。だから、勝ち点もそうだし、守備の能力に関してはかなり差があったので、なかなか、まあ順当だったんじゃないかなと俺は思っているんですね。で、そして今年のカードの決勝は、決勝のカードがヴェルディホーム国立、での、東京ヴェルディ対清水エスパルスということになっておりまして、まあヴェルディはね、やっぱ大チャンスと、長らく J2 にいたところから一気にこう登れるんじゃないかみたいなとこまで来てます。で、逆に清水エスパルスに関してはやっぱゼガヒデもね、1年での J1 復帰を決めたいところであると思うし、あとジュビロがもうライバルのジュビロが行っちゃったんで、カイセドに置いてかれるわけにはいかねえということになってると思いますので、予想をしていきたいんですが、結論から言いますと、すんげえ難しい。めっちゃ難しかったけど、俺は清水かなって、エスパルス優勢なんじゃないかなって俺は思ってます。はい。まずですね、まあいろいろ理由はあるんですが、やっぱ結局何をこう一番参考にするべきかなって思った時に、エスパルスが得意なことを整理したりとか、ヴェルディがやられたきついことっていうのを整理して、なおかつ、今シーズンのリーグ戦での2回の勝負の結果ですよね。そこをこういろいろ考えると、やっぱエスパルスがね、2連勝してるわけですよね、リーグ戦でね。それはやっぱなかなかでかいと、まあ、両方ともさ、1点差のピリピリした勝負だったと、はい、思うんですけどね。で、この両チームがですね、第8節と第29節に対戦していて、8節といえばもうだいぶ昔の話なんで、エスパルス、なんかこの時がその今シーズン初勝利を挙げた試合だったと。ということで、逆にこれまで7試合勝ってなかったのに、一気にこう持ち直してここまで来たのにすげえなと思うんだけど、で、そっから結構メンバーも変わってますし、で、ヴェルディはね、あんまりその時からね、やることだったりとかは変わってないと思うんだけど、やっぱメンバーとかも入れ替わったし、中原とかの加入もありました。ので、やっぱりこう参考になるのは、まあ、29節の方が圧倒的にそうだろうなと、思うので、29節の、両試合ともね、もうダゾーンにはね、フルマッチ残ってないんで、ハイライトを、メインで、やはり見て、確認しました。で、29節の結果は、こちらのようになっていまして、結果としては2-1-0で、ヴェルディ、アウェイか、アウェイの清水が勝利しているということになってるんですね。で、これ、両チームのフォーメーションは、スタートはこんな感じで、ヴェルディが 4-3-3 かんな感じで、エスパルスは 4-2-3-1 でスタートしたんですけども、まあ、試合の展開としてはね、最初はちょっとヴェルディが優勢だったっぽいのよね。まあ、もちろんこれハイライトなんで、フルマッチね、本当は見たかったんだけど、見れないから、まあ、しゃあないんで、ハイライトでのあれしかないんですけど、もしだからね、分かったことあったら、ぜひ、ね、コメント してください。はい。で、ヴェルディがちょっと構成かけてたと思う、最初。やっぱりね、4-4-2崩しなんてね、もう本当に体に染み込んでるんでしょうね、彼らみたいなレベルになるとね。あと、森田のシーンとかすごく良くて、やっぱ間に人が配置されていて、で、森田がこの間の、味方のセンターバックとサイドバックの間のスペースにこう、いるわけです。で、そこに届けるんですけど、まあ、スリップとかもね、腹かな、スリップが、しちゃってちょっとこう対応しづらかったみたいな部分もあったのかもしれないんですけど、まあサイドバックだったりとかウィング上げてその間をこう使うみたいな、やっぱヴェルディが得意なことをうまくできてますよね。で、フォーバックはやっぱそこ取られるときついから、でここからゴテゴテになってシュート行かれるみたいなシーンがあったんで、まあ、ただ決定的なシーンみたいな感じでハイライト残ってたのはこのシーンだけでしたね。ヴェルディの前半の、ただもう一個ぐらいあったかもしれないけど、なんかあんまり際どいシュート打ってなかった印象。ただ、まあ、こんな感じでこう攻めてたんですけど、鈴木唯人のセンスを感じるボレーで前半に清水が先制したという感じの試合だったと思います。フットボールラボのあれを見たんですけど、やっぱりこの前半はね、ヴェルディが支配しているという感じだったんですが、やっぱ少ないチャンスを物にする力は清水はあるっていう感じだったんでしょうね。はい。そして、後半なんですけど、やっぱどっかのタイミングでちょっとシステム変更した感じはしたよね。多分やってんじゃないこれ。多分3バックになってるでしょ。きっと。ハイライトだけでもなんか分かったし、なんか選手の並びちょっと違ったしね。なんか、
ちょくちょくやるんよね、清水ね、こういうことね。こうした時のね、清水エスパルスはね、マジで硬いからね、5-4-1組むと相当しんどいので、J2 クオリティだとちょっとなかなかきついので。で、試合に関しても前半はこう、前半はベルディがこう、ホジからシュートまでいけてたけど、後半はエスパルスがこう、ブロックを組んでカウンターを効率的に放ったんだなっていう、感じの、見てて思いました。うん、まあ、データ上もそうだったと思うし。うん、で、そんな感じで、まあ、清水がこう、しぶとく守り切って勝利という感じだったんでしょうね。後半なかなかこう、ベルディは決定的なシュートチャンスがあんまなかったようなので、そこはこう、清水がやっぱこう、任務を遂行したって感じなんじゃないでしょうかね。っていう感じで、まあ、こういうことを考えると、やっぱ清水の、まあ、5-4-1-3 バックにかなりこう、ベルディは苦戦するのではないかなと。はい、思うんですよね。ってことを考えると、やっぱ清水がスタートから 3-4-2-1 するんじゃないかなと俺は思ってて、まあ今シーズン2回しかないらしいので、あとやっぱこの、いきなり急にね、こんなことやるとちょっとこうバランス崩れたりとかしてリスク結構高いから、あとやっぱそれ選びづらいっていうのもあるんで、流れはいい、悪くないと思うんでね、エスパルスはね。だからそこを選ぶかなっていうのはあるんですけど、なんか秋葉さんだったらやりそうな気もしなくもないし、だから、ね、この試合なんか失敗許されないですからね。しかも、エスパルス勝たなきゃならないですし、うん、先制もしされてしまったら 4-4-2 で行って、やっぱ間使われて、この間のね、29節みたいな感じで前半に点取られない確証なんか一個もないわけですから、点取られちゃうと絶対2点が必要になってしまうんで、やっぱ、ね、どうしてもこう、うん、俺はやっぱミスをこう、なんか失敗許されないから最初から 3-4-2-1 で来るんじゃないかなっていうふうには思います。ただ、ヴェルディ側にも強みはあるわけで、ヴェルディも決して弱くないし、めっちゃ強いしね、むしろ。で、やっぱ最大の今強みがあると思うんで、なおかつエスパルス側の最大の懸念点に関しては、やっぱ、俺はね、マテウスだと思いますね。ゴールキーパーマテウス今かなり当たっているので、相当すごいよね。で、清水はね、やっぱ順位上の問題でやっぱね、ダメだと、引き分けだとダメなんでね、やっぱ勝たないといけないですから、マインド的にはすごくわかりやすいとは思うのよ。勝つしかないから、攻めるしかないんで。だからそれすごくわかりやすいんだけど、ただ、そうなると、ヴェルディのマテウスのようなのが好調っていうのはなかなかね、ちょっと大きな懸念材料でしょうね。だから決定的なシュートチャンス作ってもマテウスに跳ね返され続けて逆にカウンター食らうみたいな展開も予想されますので、だからそこら辺は、清水が決めきれるかってとこだと思う。だから決めきれる選手はたくさんいますっていう感じなので、まあ、この試合のね、どうなるかはすげえ楽しみだし、俺も生配信するし、本当になんかね、ピリピリとした試合になると思うし、ただこの試合 VAR があるってことは本当に審判の方を守るって意味でも、すごくいいかなと思いますので、注目して見ていきましょう。生配信しますので、よかったら一緒に見ましょう。以上ご視聴いただきましてありがとうございました。明日で J2 終わります。楽しんでいきましょう。チャオバイバイ。